はい、どうもー、はい、どうもー、ルース二条店でございます。今日はスタッフの高橋ティックソーソーをカラーしていこうかなと思います。ティックソーソー、ティックソー、イエーイ、はじきれ、イエーイ。じゃあカラーしていきますね。高橋くんはね、僕がカットしてた時のお客さんなんでね、その時以来のブリーチですね。そうそう、何回も挟む感じですか。あ、そうや、もうこの YouTube 中もあと2回はいる。あ、意外と少なかった。ほんまに何回も松井さんとブリーチしてもらってたんですよね。そうやね、もうそれティックソーソーやからね。もう1回使っちゃいましたよ。まあね、今あのうちの一応高橋ティックソーソーって言うんですよ。まあこの間も自己紹介させてもらったんですけどね、高橋ソーって言うんで、僕はいつも最近はティックソーソーって呼んでるんですけど、著作権があるんであんま何とは言えないですけど。そうですね、ティックソーソー君はね、あのルーストに3年ぐらい来てくれてて、ずっと僕のお客さんで、今はこう一緒に仕事をしてるとね、複雑っていうか、ちょっとなんていうのかな、不思議ですね、その感覚として。複雑な感じが複雑ですね。こうやっぱ今とかやったら入りたてなんでレッスンとかするんですけど、僕が逆に高橋君にこう、あ、ごめんなさい、ティックソーソーに、あの間違ってはないです。ティックソーソーにシャンプーレッスンなんで、まあ、こう僕が受けたりっていう感じなん で、ね、時間って過ぎてるやなって思いますね。そうですね。高橋君趣味はあんの？趣味はですね、まあ、映画見るとか、カメラとか好きそうやな。まさかそんなことないからよ。そんな、そのまさかなんですけど、マジで、はい、当たってもうた。大当たりですね。いや、なんか分からんで、俺のパッと見た予想やったんやけど、なんか何をパッと見る、イメージ打ちして、なんかまあ、なんかこう人物とか撮ってるっていうよりかは、なんかふらっとこう、そうですね、なんかカメラ持って風景画とか結構綺麗に撮って、インスタとかそれ用に別アカウントとか作ってあげてそうやなみたいなイメージがあったから、イメージだけだ。でまさかまあまあカメラ、まあでも俺結構こう予想の時点で結構コアな予想しちゃうしやから、ここもなんかただカメラ好きっていうよりか、こういうめっちゃ喋るじゃないですか。急にプーさん似てるらって言われてるらしいんですよ。いつから言われてるんですか？大学入って、大学の友達とかバイト先の人とかに、なんか共通してプーさんっぽいよね。確かに、なんか俺も思って言われてて、なんかそう言われたらもうプーさんにしか見えへん、プーさん。はい、で覚えてあげてください。プーさんっぽいの、プーさんっぽい、ティクソーソーって言って、高橋ソー、ティクソーソーって言って、はい、予定より回数大幅してます。今日は2回しか使わんって言ってたんですけども、はい、めちゃめちゃカメラすごいんですよ。まあインスタやってるんですけど、ずっと来てくれてる時もなんかフォローしてくれてたんですけど、また別のアカウント持ってて、こういうアカウントを持ってまして、うわー、こんな感じですね。おしゃれやな、風景を基本的に、こんな、何こんなん、どうやって撮んの、おしゃれすぎるやろ。そうやんや、ほら引っ張ってきたやろ、どっか画像。これとかね、食パン、え、食パン、違う、生花、いやー、このお地蔵さんとかめちゃめちゃ可愛いっすよ。わー、すごい、JK みたい、高橋くんみたい。似てません？確かに似てんな。似てますね。っていう感じでね、まあ大学生の頃カメラ好きな子も多いしね。そうですね、話も結構、そうやね、ぜひカメラとか写真好きだという方は二条店でお待ちしておりますので、カメラをこう首に下げてる子さんがこう歩いてる。そうですね、タブレットって言うと歩いてる。ピグレットっすよ。一番カメラね、好きな、そうですね、趣味はもう今はダントツでカメラ。はい、終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。高橋ティックソーソーはただいま見えておりません。いきましょうか。はい、高橋ティックソーソー、怖いな。3、2、1でーす。これは何色ですか？これはわかりません。わかりませんが、めっちゃいい色ですね。本当に。そうやね。まあちょっとアッシュ系というオーダーがあったんでね。そうですね。アッシュ系とだけ伝えてもらって、まあちょっと、まあ、濃く入れさせていただきましたよ。いろんなカラーしてきましたけど、初めてですね、この色。初めてだけど、でも似合ってるよ、めっちゃ。はい、めっちゃ似てる。高橋君のイメージを、まあ柔らかいイメージがあるんでね、ちょっと極力クリーミーな感じには仕上げさせていただいたんですけども。はい。まあ言うならば、柔らかいメタリックシルバー。もうちょっといい名前あったか。いや、春に向けて皆さんやっぱね、こうダブルカラーっていうのがいいですよ。やっぱブリーチするとね、こんだけ幅が広がるんで、僕のカラーとも皆さんのカラーともそうですね、やっぱ一味違う感じいきましょうよ。そうですね、ぜひ皆さんお待ちしてます。お待ちしてます。タブレット